ソーダグリーンはアジア系を舞台に活動する台湾のインディーズ系、ロックバンドである。2001年、台湾の国立政治大学在学中に、製法と経緯によって結成された。バンド名は、ソーダスインのような、爽やかで透明感のあるイメージは、自分たちの音楽性にぴったり合う、ということで、ソーダという言葉を入れ、それに、ボーカル、 西方の一番好きな色である緑を組み合わせて、考案された。2003年に、現在の6人体制となる。同年7月、台湾の音楽フェスティバルへの出演がきっかけで、音楽プロデューサーの林、明と出会い、2004年にデビュー。2005年9月、ファーストアルバム、ソダ緑をリリースすると、バンド名を冠した同アルバムが、大ヒットした。以後、 多くのヒット曲を発表し、数々の音楽賞を受賞し、中華圏を代表するバンドとなった。2017年、3年間の活動休止を宣言、ボーカルのご製法を除いた、バンドメンバーはほとんどメディアに露出せず、音楽活動もほとんど停止した。2020年2月23日、ご製法のソロコンサートのアンコールで、ソーダグリーンのメンバーが登場し、新曲、 トゥモローウィルビーファ b ン、を演奏し、活動再開を宣言した。2020年7月3日、新郎美白の公式アカウントでバンド名を魚テイトとすると発表した。ありがとうございます。